皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は何をするの？今回は1985年のガマゴーリの映像が入手できたから解説してみるとするぜ。こんなの解説しても限られた人しかわからないと思うけどね。映像のストーリーは犯人がガマゴーリに逃亡して、最後は竹島で逮捕されるというものです。ロケしたのは1985年です。ちょうど高校の受験合宿で三河ハイツ行きの送迎バスをガマゴーリ駅北口で待っていたらロケやってたわ。それでは始めましょうか。まずは国鉄117系電車だな。この頃は普通に湘南色のやつも走ってたのよね。まだガマゴーリ駅が高架になってないな。高架になる前のガマゴーリ駅、浜町の税関事務所なんだけど、Google ストリートビューで見たら空き家になってたな。ガマゴーリにはちゃんとガマゴーリ警察署が存在しているのよね。片原や西浦の方だと思うけど、知ってる人はコメントくれだぜ。ロケ協力は西浦温泉ホテルたつき。現在は西浦温泉たつきになってるぜ。ちゃんとロケ協力のクレジットも出てました。この時代は廃墟で有名な宮温泉吹き抜きも営業してたから、そっちでやればよかったのに。撮影クルーの基地が西浦温泉なのか、そっち方面のロケが多いな。これも、うぷ主はどこかわからないので、知ってる人はコメント欲しいと言っております。看板の清水動物病院って宮だよな？ってことは宮のあたりでロケかな？西浦の方で宮の広告看板なんて出さないだろ。ちなみにアクアトークは宮を三谷と読むので面倒だぜ。ここは西浦の方の渡船場かな？少なくとも竹島の渡船場じゃないな。この頃は水中浴船もホバークラフトもなかったよね。ちなみにエディオンがある場所はかつてはホバークラフト乗り場だったことを知ってる人は少ない。あの近くに三島パンという美味しいパン屋があったんだけど、今もあるかしら。西アジアの国名が入った特殊浴場もあったよな。ここは羽津町の猿ヶ島。もう猿もいないよな。お次はガマゴーリフラワーパークのファンタジー館。西浦から東武装へと一気に飛んだな。当時のガマゴーリにはこれしか見せるものがなかったのか？西田川の河口と宮水産高校が映ってるよね。車のライトが四角で時代を感じさせるぜ。バブル期だからトヨタソアラとかがよく走ってたな。どこのパチンコ屋なんだろ。今じゃ残ってないかな。またまたガマゴーリ駅の北口。協賛が国鉄になってる。ガマゴーリは駅は立派になったけど、駅前は全く変わってないな。金原書店に中日ビルって何も変わってない。お次は金平町の三六園。ググると今でもやってるのよね。三六園とは樽でできた個室で食べるジンギスカン料理屋だぜ。ググると大阪岸和田にも同じコンセプトの店があるのよね。関係があるのかしら？お、うまそうだな。一応、劇中では船で竹島に上陸することになってます。でも、竹島にはこんなのないよね。どっかで撮って、編集で繋げたんだろ。山の上にある建物は西武グループのガマゴーリプリンスホテルだぜ。昭和天皇もおいでになった由緒あるホテルです。お、これは珍しい映像。竹島に日本橋がかかってる。どっかの塔が神社に税金で橋を架けるのか、って散々揉めたよね。さっきのプリンスホテルは現在は別の企業のホテルになってます。豊橋にも西武百貨店があったんだけど、西武はこの地から消えてしまったな。これがラストのシーンです。あの先は行き止まりなんだけど、どこに行くのかね？この時代ってまだタコの滑り台であったかな。Google で見ると、現在はあの向こうも埋め立てられてるぜ。さっきのパトカーが走ってたところの右側にホテル竹島があって、あの道は、当時は、名鉄の船乗り場で行き止まりになります。乗り場を突っ切ると、今は有名になってしまったガマゴーリ水族館に出ます。確か、近くに美味しい寿司屋があったりうどん屋があるんだよな。
といったところで、この動画を終わろうと思います。この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。それを励みにして、うつ主は動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。